はい、渡辺真由推です。今回はね、チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはハンテッドになります。スペシャリストはバッテリーで、キネティックアーマーでね、頑張ってみたいと思います。今回渡辺真由でマーシャル16で頑張ってみたいと思います。それじゃ戦えないだろ。はい、頑張るぞーい。このハンテッドまだ YouTube にプレイ実況動画1本も上げてないんでね、今回が初めての投稿になります。ちょっとこれは近接武器同様、接近戦が主体なんで、これこっから上がってくるパターンもあるんでね、水中から。ここやな、これ来るよ、これこっから来るよ、これ。なるべく室内で戦うパターンでちょっとやっていこうかなと思ってんだよね、これ。でもとつってみようか、あまり持っても動画的にいまいちな感があるんで、今1キルね、とりあえずね。ちょっと常に大きいものを保っといて、ん、今味方さんか、よしよし、面白いね。そんなにまだ扱い慣れてないんだよ、俺、これ。とりあえず3キルやってるんで、上からでいいよ、これ。アーマー作動、3キルやってんだ。まあ悪くねえな。15キルできたらいいかな、これ。御の字かな。結構左だ、これ。ちょっとアーマー作動しとこう、これ。はあ、このマップ広いんでね、逃げよう。こういった場合は逃げるが勝ちで、キネティックアーマーオンライン、よし。お、レベルアップ、セクシーレベルアップしたぞ。何キルできるかいいな、これ。いたぞ、裏取り、オッケー。よしよし、アサルトユニットって何？当たり、俺当たり屋だ。結構キルできて面白いな、これ。入った、ああ、やれた。ああ、ピストルか。今回、スナイパーライフル見かけないな、これ。いないのかな、これ。6キルやってんな。オッケーじゃない、これ。オッケーですよ、これ。セクシー。大奮闘してるよ、これ。敵 UV。ああ、ダメか。あ、惜しかったよな、今。コンマ1秒ぐらい、ちょっと遅かったね、これね。あ、中にいる、これ。室内に持ってる、これ。いないか。逃げやがったのおめえ。ここら辺がね、やっぱりどうしても暑いんだよ。中にいるね、これね。ああ、いるね。多分ここに行ってるよ、これ。潜ったのかな、これ。まあいろいろ行ってみようか、ハンテッド。初めてのアップなんでね、これ。いるよ、これ。ああ、ダメか。おお、7キロやってるぞ。結構いいよ。もうちょいで、よし、たまったな。接近戦は任せなさい、これに。ロケットを発揮。
オッケーオッケー。リスポーンこっちか、これ。こっからいるよ、これ。でよ、あー、スナイパーいるんだ。しかもサプレッサーついてるしね。キネティックアーマーオンライン。あー、ヘッドショットされたんだね、今な。キネティックアーマーはね、ボディのみ銃撃、あの銃弾弾いてくれるんだけど、ヘッドショットとか、スペシャルウェポンではやられちゃうんでね。攻撃防げないんで、いいよ。強いな。敵さんが結構強い。あ、負けてるね。若干負けとるぞ、これ。頑張らないといかんぞ、これ。結構やっぱこの辺が熱いな、これ。UV OK。ありがとう。助かる。妹ってるね、これ。こいつは。妹っとるわ。これいるね、これ。あ？よしよしよし。ヘッドショットでやればよかったな、これ。できれば。9キル。こっから来るよ、これ。ね？だいたいパターンがわかるんだよ、これ。読めるんだよ、これ。ここで妹っくっちゅうパターンもあるんだよ、これ。あ、セントル置いたんだ。よし、いいアイデアだわ。この中で、お、迷彩解除したぞ。うめ、11キル。あと4キルでどうにかできないかな、これ。レディ UAV ありがとう。キネティックアーマーオンライン。で、どうしよう、どうしよう。入るね。これ中にいるな、これな。これ中にいないか、これ。いねえか。結構調子いいよ、これ。13キロ、あと2キロぐらいは行きたいね、これ。頼みます。どうにかこうにか、あと2キロ、私にプレゼントしてくれ。よっしゃ。結構難しいよ、これ。面白いね、でもね。ちょっと、レベル上がるの遅いんだよ、これ。レベル7ぐらい、6ぐらいからな。RPG？ あと1キロなんだけど、どうだろうな。でも14キロできてるんでいいんじゃないか、これ。よしよしよし。15キロいったぞ。あと1キロぐらい行きたいな、これ。下じゃねえか、これ。勝った。よっしゃ。勝ちましたよ、皆さん。コングラチュレーション。100対96で勝ちましょう。あ、4位か。ちょっと、もうちょいだったな。お前に勝ち目なんてなかった。今回の成績はね、15キル15です。比率 1.00。アシスト1、スコア1550でした。プレイヤーの皆さん、ありがとうございました。イーブンだね。15キル15です。
キル H っていうことでね。うん。面白かった。ハンテッドも面白いね、やっぱりね。レベル124に上がりました。なんて読むんだな、これ。なんて読むのかな、これ。迷彩解除しました。マーシャル16でヘッドショット勲章15回獲得するでね。フレクターンっていうのかな、この迷彩解除しました。プラス 750XP。 はい、レベル上がりました。今回使ったのはね、渡辺真由でピストルのマーシャル16にサイトはリフレックス、アタッチメントはクイック、レーザー、パークはオーバークロック、ハードワイヤー、ブラストサプレッサー、デッドサイレンス、ワイルドカードはパーク3グリードにサブガンファイター、スコアストリークは HCXD UAV ケアパッケージ、スペシャリストはバッテリーでキネティックアーマーというね、カスタムでやっていきました。今回ね、新武器のピストルのね、マーシャル16を使って初めてで、マップもハンテッド、デフォルトのマップのね、ハンテッドでね、初めてプレイしたんだけどね、マーシャル16を使ってハンテッドのチームデスマッチをプレイしてみたんだけどね、ハンテッドも初めてなんだけど、このマーシャル16使ってプレイ実況動画もね、上げるのも今回がね、初めてになります。マーシャル16、これ今レベル上げしてて、今回の試合でこの迷彩解除できました。ヘッドショット勲章15回獲得でね、早速組み合わせてみたいと思います。で、現在レベルが、あともまだね、ファストマグ今レベル6で、マーシャル16もうちょいでファストマレベル7に上がってファストマグ解除できます。これ難しいんだけどね、結構一発でね、一回の射撃で2発同時発射されるんでね、これ。結構強いと思います。ロングバレルが出てくれたらもっと打ち勝ってると思うんだけどね。うん。ハンテッドも今回初めてのプレイ実況動画上げるんだけどね。ハンテッドも面白いんでね。今後ちょっとハンテッドの方もね、多くアップしていきたいと思います。マーシャル16の方もね、多く上げたいと思います。はい。今回はね、新武器のね、ピストルのマーシャル16&スペシャリストのバッテリーのキネティックアーマーでね、ハンテッドのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。